はいい書道家ペン講師の鈴木業所でございます、えー、今回は「ありがとう」のフレーズを書いてみたいと思いますが初めての平原の、えー、講座となりますので非常に難しいです、えー、難しいですけどもよく使う,うフレーズになりますので、えー、しっかりとですねポイントを押さえていただくと、えー、非常にですね感謝の伝わるような雰囲気になってくるかと思いますのでご参考ください はい。即終美文字練習帳ですね。お持ちの方はですね、50ページですね。ひらがな方からの特徴を知るからですね。ひらがなのポイントがいろいろと記載をされているかと思いますので、この辺なんかもですね、参考にしながら、動画をご覧いただくとより理解がですね、深まるかと思いますので、ご参考ください。それからですね、今回はですね、こちらの筆の助というですね、サインペンを使って書いてみたいと思います。 えー、筆の助けっていうですね、名称の通りですね、通常のボールペンと比べると、強弱が、あの、付けられてですね、筆のような、あの、タッチでですね、書けますので、この辺の、えー、筆のですね、強弱なんかもですねえ、ペンの強弱か、筆じゃないですね、えー、ペンの強弱なんかも、えー、意識しながらご覧いただけるとですね、非常に面白いかと思います。はい、じゃあですね、あの動画をご覧ください。 はい。今、ありがとうの動画をご覧いただきましたが、え少しのですね、ポイントを押さえるだけで、ありがとうがですね、よりいい感謝の気持ちが伝わるような雰囲気になってくるかと思いますので、えー、ポイントをですね、えー、見てみたいと思います。えー、まず、あについては、外形が三角形になるということと、えー、ここの点節を柔らかくですね、折ってあげると全体がですね、 優しい雰囲気になってくるかと思います。えー、小中学生のお手本等ですとですね、こ、このが外に行ったりとか、えー、カクカクさせたりするケースがね、あ,あるかと思うんですが、えー、今回はですね、ここを柔らかく折ってあげることによって全体を優しくしていると、えー、そういうふうにですね、解釈してあげるとよろしいかと思います。 えー、リーディーについてはですね、こちらのですね、あのー、一画目、二画目の膨らみ具合を反対症にしてあげると優しい気持ちが伝わってくるかと思います。えー、下についてはですね、この点の位置ですね、えー、点の位置が一画目の右上がりの角度に沿ってだいたい打ち込んでいただくとですね、バランスが取りやすくなるかと思います。えー、とについてはですね、最終格のこちらのですね、長さですね、えー、長くてもここ、ね、 えー、揃えてあげるとよろしいかと思います。こちらに長くですね、出てしまうと文字がひっくり返ってしまいますので、長くてもここ、揃えてあげる。えー、あるいはですね、ここほんの少し短くしてもバランスは取れます。えー、それから、うですね。については中心を意識するということと、え、あとは、アーリーにもですね、えー、いずれも共通するポイントがございまして、こちらの払いの長さですね。 えー、払いについては、ここのですね、中心をめがけて長さを調整をしてあげるとバランスが良くなります、えー。中心よりもですね、左に長さをですね、長くしてしまうと文字がひっくり返ってしまいますので、払いについては中心をめがけて長さを調整してあげるとバランスが取りやすいというところも押さえていただくとよろしいかと思います。はい。 え少しのポイントでございますけども、これだけでもですね、えー、抑えるだけでありがとうがですね、えー、形が整ってくるというふうには思いますので、ご参考にしてください。はい。えー、今回はですね、ありがとう。えー、以上になります。